小石さん、お疲れ様です。小石さん、お疲れ様です。ロイ式の第4期ももう間もなく開始になりますよね。はい、いよいよと。そうですね、はい、なんとか体も持って4年目を迎えることが、はい、できましたけど、はい、そうですね、あの、はい、ロイさん見た目がすごいお若いんでついついつも忘れがちになってしまうんですけど、はい、まあ、実はかなりお年いかれてますよね。まあもう失礼ですけど、ね、アラフィフではなくてもアラなんていうんですかね、そっちよりですかね、60を目指してね、はい、やってる感じになってますか。もうね、やっぱ体調が この今年というかこの1年はやっぱ体調の変化が面白いなって思うぐらいで、なトイレが近くなったりとか、あの、あ、そういうこれかって、ね、これかっていうのがね、でありましたよね、やっぱり、うん、そう、なんかね、やっぱり僕もまだ今年46ですけれども、うんうん、ね、ロイさんよりは10歳ぐらいは早い話になりますけど、はいはい、それでもね、やっぱりね、毎年何かがね、なんかそのボロくなっていくのが、内面っていうか、その内部のどこか、はい、恥ずかしくて言えないことも実はあるんですけど、ですですよね、うん、はい、わかりますわかります、うん、あれって言ってね、ガクガクって なんかほら、今年より来年改善するっていうのはないんですよね、去年より今年、はい、ですよね、だからやっぱ、まあ、やっぱりそれを改善していくにはね、もうちょっと例えば、うん、日々ね、僕週末運動してる方ですけど、うん、やっぱり平日からやっぱりトレーニング時間入れたりとか、ちょっと時間の切り方もね、はい、変えていかないといけないかなって、ね、すごく実感した1年ですよね。そうですよね、やっぱり僕とかこのロイさんのこの年代層の方々が周りにもいますけど、みんな同じようなこと言ってますよね、やっぱりね、うん、だからそういう、そうですよね、だからコムさんに申し訳ない と、うん、ね、とこもあるんですけど、まあ、あの今ね現場立って講座やってますけど、まあ、そこの仕事はね、はい、できたらこう育ってきてる方がいらっしゃるんでね、どなたかこう前乗、うん、してって、で僕はまあ総合的なね、ちょっと監修みたいな形にね、いつかね帰ってきたいなっていう、うん、まあそれも必要かなっていうね、はい、っていうことですよね、うん、だからやっぱり僕たちが想像していた以上に、この45以降のこの60代までの最後の15年間みたいな感じ、うん、はい、うん、でこれはやっぱり想像以上にやっぱりガタが来るなっていうのはなんか本当実感しましたね、これね、もっと僕って若くいけるのかなと思ったそうそう、僕同じようにね、一日が使えるかって言ったら、いや使えなくなるのがなんで分かんなかったんだろうなって思いますよね。そうですよね、なんか、うん、ちょっと一つの動作するのにあっという間に30分1時間が経過してるみたいな、うん、昔はもっとなんか1時間っていうといっぱいできたんじゃないかみたいなのあったんですけど、ありましたよね、どんどんなんか遅くなってくるっていうのがあって、はい、はい、うん、だからそう考えると本当にね、老式を開始したばかりの時の僕たちとすでに第4期を迎えた今の僕たち、明らかに違うものが、はい、そうですよね、そうですね、うん、当然ね、やっぱりロイさんにはなるべく長い年月これやってほしいなと思ってたんですけど、まあおそらく来年やれますよって保証が誰もできないような状態ですよね、実際はね、まあね、今年はあの、ね、昨年度ちょっとね平日の方だけっていうことでこう壊れてた方ねお断りして、でそれ方たちはね今期ね全部ねあの責任持ってやろうかなということでね、今年はねあの割とちょっと頑張ってね、あの人数も含めね頑張れるとこまでと思ってるんですけど、はい、まあちょっとねもう次のね同じことを繰り返しててもっていうとこもあるので、まあはい、あの多分このねロイ式っていうものは形は残るけれども、僕が全て現場に立ってやってるのでいいかっていうとね、俺も限界が出てくるので、なんか違った形に、ね、していく必要もあるかなっていうね最近ちょっと思ってきますね、はい、だからやっぱりこの本当ロイさんのこの1期生から3期生までの活動をずっと見てると、本当ロイ式の場合ってほらインターネットでね、じゃあ動画見て終わりですよみたいな講座じゃなくて、はい、もうオフラインのねセミナー会場でも日本一商談会などの展示会場でもですね、やっぱりそのリアル世界の職業訓練型のね OJT っていうこの意味合いが強いじゃないですか、どっちかっていうと、ね、そうですね、はい、だなんかやっぱりロイさんの魂と魂のぶつかり合いみたいなところがあって、うんね、この情熱の受講生の熱心な情熱とロイさんの教える情熱がぶつかり合って、
はい、みんな成長していくみたいな感じがあるので、うん、でね、で見るとロイさんのこの、うん、ね、浪費が激しいっていう全部オフですかね、これ。そうそう、そうなんですよね。はい、うん、まあ、そういう中ではやっぱり今年第4期ね、取り組みにあたり、まあ、ロイさんを講師として学べる環境ではラストになるかもしれないっていう、そうですね、ことはあらかじめ申し上げておきたいなと思いますよね、はい、まあ、本当に本質はね、僕じゃなくてもっていうところありますけど、その、はい、まあね、やっぱり直接ねお伝えできるのと熱量はね変わってきますけど、まあね、うん、変わらないかもしれないんですが、まあそうですね、自分で言うのもあれですけどね、まあ直接ねやり取りしてみたいって方は、まあ、早めにやっぱりアプローチしていただいた方がいいかなと思いますね、うん、そうですよね、うん、やっぱりね、周り見てると、僕なんかもそうで、僕も自分のお仕事の割合を60にしてるんですよ、うんうん、その根拠は何かというと、うちのお父さんもサラリーマンとして一筋で頑張ってきたんですけど、うん、最初は70歳まで働くぞって言ってたんですよ、うん、まあ、会社でも結構いい位置にいて、はいはい、しかも同期が社長になったって言うんで、うんうん、仲良かった同期が、うんうん、僕が一緒にスキーマンちっちゃいとこまで行ってたら、同期が社長になったから完璧な状態になって、うん、そういう運はあったんですよね、うん、ところがその会社としてのお仕事っていう環境は OK だったのに、63でやっぱりね、バタッてこの心臓の血管破裂して、うん、ね、なんとかそこから生還したんですけど、うん、いや良かったですね、そう、10分の1の手術突破して、あ、で、ね、で、結局うちのお父さんも血管やっちゃって、うちのお父さんのお母さんも血管やっちゃって、そうすると僕も結構ね、やっぱり、あ、ちょっと血管気をつけなきゃいけないんじゃないかって、ね、うんうん、あれ怖いな、ほら、外からの怪我とかじゃなくても、内部からその管が破裂しちゃうとか、そういうのも出てくるわけですから、これ、お年寄りになってくるとね、はいはい。そればかりはどうもできないんですよね、あれね。で、そうしてくると、結局、仕事をしたくてもできないんですよね、本当に人間って。一回そういうのやっちゃうとね、うん、そこからがんになっちゃったり、なんとかなって、これ連鎖的に出てきちゃうし、病気ってね、一気にがんになってきて、はいはい。そうすると、やっぱり何歳もできるかなっていうのは、結構僕たちが想像してる以上に、意外とやっぱり下り坂って厳しいなっていうのがあって、そうですよね、年齢による、うんうん、なんでやっぱり、ね、永遠ではないよっていう、こういう活動もいうのがどうしてもありますよ ね、 これね、ありますよね。だから、まあ、うん、僕らの都合もそうですけど、やっぱり皆さんの方も、うん、ね、集中して取り組めるっていうのと、うん、まあだからお互いね、やっぱり巡り合うとき巡り合わないと、はい、やっぱりチャンスだと感じた場合はもうそこへ掴みに行かないとってことありますよね、やっぱりね、商談とかもやっぱりそうですから、はい、こちらがね準備ができて ないと掴めるもの掴めないですよ ね、うん、そうですよね、そこを逃しちゃう、タイミング逃すとね、いい話消えたりとかってこともやっぱりあるので、うん、はい、そこはね、やっぱり逃してほしくないなとは、ね、もしねそういう思いがある方があるんでね、うん、ね、やっぱりね、タイミングって本当ありますよね、何でもね。だから僕と河野さんこうやってね一緒にこう、うん、お仕事させていただいてるんだって、うん、やっぱりもちろん一歩間違ったらっていうかね、当然すれ違ってることがあったわけで、たまたまお互いにこう、うまいタイミングでね出会って、はい、うん、僕のねあの思いが伝わる方が僕は巡り会えたからこういうことやらせていただけてるっていうすごいタイミングをねつかめたなっていう、はい、思ってますけど。うん、本来ねこんな講座そもそも存在してないかもしれない、存在してないですよね僕一人の力ではねできなかったわけですから、はい、うん、それは人間関係の目を見て出会いのね、はい、面白いところ でそんなところにね仲間がねこう講座の生徒さんって形で加わってってね、楽しいじゃないですか、展示会みんなで行ってね、最後ね小宮さんも含めてねっていう、こう、うん、コミュニティが出来上がっていくっていう、まあまあある意味奇跡的なねことが起こってるなっていうねありがたさはありますが、まあでも未来英語ではないので、はい、はい、ぜひねそういうなんかタイミングとかね大事にしてほしいなと思いますね。そうですよね、はい、まあ、あとはやっぱり本当にロイ式が開始した後にね、これはちょっと本当になんて言っていいか微妙ですけど、コロナが開始されて、うん、結果的に僕たちにとっては追い風になったわけですか、うん、あの時はね本当びっくりしましたよね、この追い風と、はい、加速しましたよね、子守事業って新しい市場ができちゃったっていうね、うん、まあ、そういう波にも乗れて、例えばうちの弟もですね、うん、ね、本来だったらもっと年月がかかってきたところをおそらくすぐに行っちゃったと思うんですよ、はいはい、うん、
やっぱりこういうタイミングっていうのも、まあほら皆さんやっぱりサラリーマンの方々もいやコロナでよかったって言ってるのはある意味、うん、その今まではほら残業遅くまでみたいな習慣があったから、はいはい、早く帰りましょうね、そうですよね、必要以外の時は出勤しなくて在宅ワークでもいいですよみたいな流れがあって、うんうん、それによって時間ができましたって人も増えましたからね、やっぱりね。そうですよね、うん、そういう意味だと、まあ、メリットデメリットもちろんありますけど、少なくともこの EC ビジネスをやっている僕たちにとってはこういう時の方が追い風なことの方が多いんでね、うん、まあ、この波もつかめるかどうかってやっぱり人生って常に追い風なわけじゃないですか、ね、そうなんですよね、まあ、01になれないってことはないと思うんですけど、うん、逆風が吹いてるのと追い風なのかどう考えても加速度が違うじゃないですか、うん、何をどう考えてもね。だからね、やってることはこう本質なので、はい、別にいつだかなったから流行り廃りでダメってことではない内容ではあるんですけども、うんうん、やっぱりその01になるスピードはそう変わらないとは思うんですが、そこからのね、こう、なんていうかな、伸ばしやすさとかっていうのは、やっぱりこう、ね、歴代のタイミング見て、まあ、正直違うところもあるわけですから、そうですね。うん、まあ、早いに越したことがないっていう印象は正直あるんですよね。ありますよね。何よりもほら、自信がつくじゃないですか、自分にね。結果が出るとね、やっぱりね。初めてのビジネスだったりする場合ね。はい。うん、ロイさんとか僕みたいに、ね、ある程度長い期間、自営業やってると客観的に見れて、うん、まあ、いつでもちゃんとこういう波があるんだからみたいな思うけど、うん、01の人ってそう思えないと思うんですよね。そうですよね、うんうん、ということなんで、いろんな意味でも本当にこの第4期っていうのは、はい、まあ、意味と価値があるタイミングだと思うんでね、はいはい、やっぱり先延ばしして人生の中でやっぱいいことって一個もなくて、うん、まあ、冒頭のね、この僕たちが老化が思った以上に加速したと同じように、それ皆さんも一緒なんだよね、はっきり言って。いや、まだ20代だったらいいけど、ロイシーの中でもな、20何歳のね、OZ さんとか羨ましいなと思いますね。若くて。すげえ、いいですよね。いいなと思うんですけど。どうしてもやっぱり、ね、僕たちはもうなんだろう、もう守りながら、引きながら、対人してもらったみたいな。そうです。終戦みたいな。しんがりっていうんですけど、こういうのは戦争だった。しんがりね。そう、一番しんどいあれですよね。そう、守りながら戦うみたいな、なるべくこの消耗すること分かってるんだけど、そのね、消耗を減らしながら逃げるみたいな感じになっちゃってね、どうしても、はい、そういう意味でも一刻も早くやっといた方がいいと思うんですよね。無意識なんかほら、最初に日本一商談会のバーッと回っとけば、後からもじゃあずっと同じペースで回るかって、そんなことないじゃないですか。ないですよね。はい。うん。後からピンポイントで行くだけになったんだろうね。だんだんと。はい。うん。だそれが、そこのタイミングはなるべくね、若い時にやっておいた方がいいんだと思うんですよ、皆さん。うん。だって、実際、ロイさん今回ってないでしょ、日本一緒なんか。だから、一応、この講座があるから行ってますけど、うん、なかったらほとんど行ってないですよね。行かなくても、情報が来るので、うん。呼ばれた時だけ行くみたいなね、顔出しにね。はい。いうような感じですよね。はい。ということで、第4期ね、間もなく開始しますんでね、はい、このタイミングでぜひ取り組みを開始、決断される方は開始してもらいたいなと思いますね。はい。あの、ね、新しい皆さんとお会いできるの楽しみにしてますので、はい。はい。はい、それでは、土井さん、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。1年間頑張りましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。